ヒューガ、型と出雲、型空母が誕生したことで、海上自衛隊の空母は、事実上の4隻体制となりました。日本に、4隻の空母があること、空母が2種類あることが何を意味するのでしょう。そして、F-35 戦闘機搭載について議論される空母が今後どうなっていくのかも見ていきます。いよいよ、護衛艦加賀の F-35B 発着艦認証試験開始ですし、空自も20人参加です。11週間で500回の話を別の国が行ったとの情報も。まずは、日本の空母が4隻になる意味を考えてみましょう。2015年10月の海上自衛隊艦艦式の最大の目玉になったのが、新鋭護衛艦出雲のお披露目でした。3年に一度行われる海自最大のイベントでの紹介というわけです。2015年3月に就役した出雲は、全通飛行甲板を持つ航空母艦で、その前に誕生したヒューガ、型のヒューガ、伊勢に続く3艦目です。ちなみに、このシリーズの艦名は旧国名をつけているようですね。出雲はヒューガ型と比較すると、一回りも大きいので、自衛隊最大の艦艇となりました。8月には出雲型2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了し、11月に試験航海も行われました。この加賀が就役したので、ヒューガ型と出雲型を、それぞれ2隻。合計4隻の航空母艦を海自は保有することになったのです。艦艇には、長期間ドッグ入りする整備機関や、乗員の訓練機関及び実戦投入が可能な機関が必要です。それぞれの機関が3分の1ずつですから、4隻体制になった。おかげで、常時1隻もしくは2隻の航空母艦が、いざという時の即応体制が取れるようになったそうです。しかし、実はヒューガ、型と出雲、型に求められる役割や能力は少し違うそうです。これらは護衛艦なので、航空母艦ではないと考えている人がいるかもしれませんが、それは誤解です。そもそも、海上自衛隊の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を持つ艦艇に与えられる艦種で、世界的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称なのです。具体的には、金剛型や愛宕型は、区分で言えば護衛艦ですが、一般的にイージス艦と呼ばれています。それと、同じく、ヒューガ、型や出雲、型も護衛艦ではなく、航空母艦と呼ばれているのです。この事実は一般的には知られていませんが、航空母艦ヒューガ、型のヒューガと伊勢は、満載排水量1万9000トン、全長197メートルですから出雲が就役するまでは海自最大の艦艇でした。主な艦載機は SH-60J-K シーホーク哨戒ヘリコプターです。3機同時に発着艦可能な広さの甲板を持ち、エレベーターで結ばれた格納庫内には最大10機が収容できるスペースがあります。ヒューガ、型の主要任務は味方艦隊への敵潜水艦接近を阻止するという対潜作戦です。そのため、兵装として、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを格納できる16セルの垂直発射装置 VLS を装備しています。航空母艦としてはかなり重兵装を備えていることが特徴と思われます。一方、出雲、型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルですから、前述のヒューガ、型より一回り大きいことがわかります。シーホーク5機が同時に発着艦可能だけでなく、格納庫内には15機も収容できるそうです。と言っても任務が違うので、ヒューガ型のような単魚雷発射艦や VLS は備えていません。最低限の自衛用兵装しか搭載していないので、潜水艦への攻撃は、両艦やシーホークに任せることになるのです。F-35B 戦闘機の艦載の前にチェックしておくことを紹介します。最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型のヒューガ型と比べるとよりマルチな任務に対応できる本格的航空母艦としての機能が重視されていると思われるのです。具体的にはヒューガ型と出雲型には手術室と集中治療室があるのですが、病床数はヒューガ型8床に対し出雲型35床ですから、
当初防衛での上陸作戦時のヘリコプター拠点として考えると、出雲、型が優先されると見られます。また、出雲、型の飛行甲板は一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する場合も便利に活用されると考えられるのです。しかし、これは、あくまでも、どちらが能力が高いかという話です。出雲、型ではなく、日向、型が上陸作戦拠点になることも十分にありえますから、逆に、出雲、型が、対潜作戦の中核としての役割を担うことも可能です。また、日向、型と出雲、型のどちらも、シーホーク以外の大型の輸送、掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載可能です。それだけではありません。必要に応じて、陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリや、大型の CH-47J、JA チヌーク、V-22 オスプレイの運用も可能と見られています。おお、積み型は一見、空母のようですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇です。ヘリコプターの発着艦はできますが、格納庫はありません。また、固定の艦載機もないので、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持っていないのです。日本を取り巻く南西諸島海域の安全保障最大の課題を解決するために立ち上げたのが日本版海兵隊水陸機動団でした。この団体の発足と同時に、懸念されたのが海上輸送力の確保だったのです。有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには空輸だけでは足りず、海上輸送も行わなければなりません。そこへ必ず投入されるのが海自の輸送艦大隅型なのです。大隅型登場以前は、海自には2000トン級の低速輸送艦しかありませんでした。ですから、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたとか。日本政府も、1992年、平成4年に始まった PKO 派遣を考慮して、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感。その結果、大隅型3隻の建造が認可されたというわけです。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型だったのですが、大隅型は沖合に展開しつつ、エル脚、エアクッション型揚陸艇、ランドイングクラフト、エアー、キュシオン集艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦モデルそうです。約330名の隊員を乗せることも可能で、長期航行用の居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面の輸送力としては、73式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車は18両搭載可能ですから、大隅型3隻で、1個連隊規模の輸送ができる計算になるそうです。また、海事艦艇初の全通式甲板があるので、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリの離発着が可能になり、最近の改修工事後は V-22 オスプレイにも対応できるようになりました。ただし、前述のように、航空機用の格納庫と整備機能は少なく、一定の航空運用能力しか持たない大隅型でさえ、収益時には空母や強襲揚陸艦ではないのかという指摘が多かったそうです。格納庫がなく、車両用エレベーターしかない大隅型は、残念ながら空母に離れません。仮に無理をしてスキージャンプ台を設置したとしても、速力22ノットと全長178メートルですから、固定翼先運用は不可能です。格納庫がないということは、非常に重要なポイントだそうです。これが、理由で、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているのです。どうしても、空母や強襲揚陸艦という表現は、国家の威信、財力の象徴と見さされることが多いようですね。すでに、そうした風潮があって、日向、型や出雲、型に、艦載予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論が継続中ということです。それにしても、庶民としては、どうしても、経費が気になります。物価は言うまでもなく、光熱水費も含めて、ここ最近は値上がりラッシュです。
国民の命を守るために防衛予算を増やすという論理には確かに一理ありますが、守るべき国民の数が年々減少していることを政府関係者は重視していないんでしょうか。立派な最新鋭兵器を購入して有事に備えていても国民がいなければ意味ないと思われますが、ヒューガ型の主な任務は対戦線で SH-60J-K ヘリコプターを主に運用していますが、出雲型はその規模が大きく、より多くのヘリコプターを搭載可能であり、より広い範囲の任務に対応可能です。また、これらの空母は災害時の救援活動や国際的な平和支援活動にも対応できるため、軍事だけでなく民事の面でも多くの貢献が期待されています。4隻体制により、海自は常に高い即応体制を維持できるようになりましたが、各空母の役割は異なり、その運用には戦略的な配慮が求められます。また、F-35B 戦闘機の導入によって、これらの空母の戦闘能力はさらに向上する見込みです。これにより、日本は周辺国との軍事バランスを保ちつつ、より有効な防衛力を展開することが可能となります。このように、日本の空母は、ただの戦闘プラットフォームではなく、国の安全保障だけでなく、国際的な平和と安定に貢献する重要な資産としての役割を担っています。